甲府俊治は東京都調布市出身でお車部屋に所属していた元大相撲力士。本名は直江俊治。現役時代の体格は身長182センチメートル、体重135キログラム。得意技厚きをし、とっさの変化も得意としていた。最高位は西前頭13枚目。血液型は B 型。調布市の木工店に生まれ。 小学4年時にワンパク相撲調布場所で優勝したことをきっかけに、府中住吉相撲道場で本格的に相撲を始める。この時指導したのは、元幕内、堺沢にも指導したことのある、伏見木。明治大学附属中野高校3年時に国体予選にて個人優勝、団体優勝を果たす。その後は、早稲田大学に進学2年時に、 東日本学生相撲選手権大会で団体3位となる。その後左肩を痛めて3年秋に相撲部を退部し、就職活動をしていたが、相撲への未練が断ち切れずオグルマ部屋に入門。部屋選びを行っていた際に、同大学のスポーツ科学部教授のリー・トンプソンから、オグルマ部屋が会っていると助言を受けたとも伝わる。早稲田大学出身としては、山口以来70年ぶり。 史上3人目となる力士となり、2009年1月場所に初土俵を踏む。余談だが入門後にわずか一単位の不足になく形で、大学を留年しており、卒業は半年遅れの2009年9月となった。2011年7月場所、西幕下五枚目で全勝して、幕下優勝をしたため、翌9月場所で、早稲田大学出身としては、1933年、 一月場所の元関分け、笠木山以来78年ぶり、史上二人目の関取昇進が決定。それまで本名で取っていた、個名を幸風と改める。小車親方の王の上に白星を重ねてほしいとの願いで、甲の字が付けられた。なお、関取昇進に際して、水木しげるから、ゲゲゲの鬼太郎が描かれた結晶回しが、贈呈されるという話があったが、 調布市と水木プロダクションとの間の関係悪化から交渉が難航し、慌てた調布市側が水木の漫画家仲間に仲介を依頼し、なんとか実現にこぎつけられた。11月場所は初日の相撲で負傷し、2日目から初土俵以来初めての休場となった。2012年3月場所では終盤に8、連勝するなど、12勝3敗の好成績を挙げて10両、優勝。 翌、5月場所で新入幕を果たした。しかし、新入幕となった5月場所を途中休場するとその後も怪我に泣かされ、同年、11月場所では幕下に陥落。その後は、関取の地位に戻れぬまま2014年5月場所11日目に引退を届け出た。引退会見では、入門した時は、早稲田大学出身ということで話題が先行したので、 力をつけられるように頑張った。重量に上がれた時が一番嬉しかったと現役生活を振り返っていた。断髪式は同年6月22日に調布市内で行われ、市長のおぐるまら約230人がハサミを入れた。同日、一歳年上の女性と共に婚姻届を提出し、経営コンサルタント業に従事する予定を示していたが、2015年2月12日に、 故郷の東京都調布市内で、相撲料理店、相撲飯興風の店を開業している。のぼり。ありがとうございます。